簡単に言うと豆苗を回してます。動いてて見づらいかもしれないんですけど、スーパーで売られてる豆苗がくる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 回ってる作品になります。この表現が合ってるかどうかわからないんですけど、植物が地球に対して直角にまっすぐ生えてくるっていう性質を考えていった時に、まあ、植物の中にはあの地球が持つ重力をに反応する性質があるんですよね。でそれを、まあ、僕の作品の中に取り入れていて、植物が重力を感じる代わりに植物に重力と遠心力を勘違いさせてるんですよ。回されてる植物が感じてるのはこの作品から外側に向かう力、これが実際には遠心力なんですけど、植物は重力だと勘違いしてこの作品の中心に向かって育っていくという作品ですね。彫刻家が普段考えている、まあ、重力に対しての抗いだったりとか、まあ、人間が立つ存在するっていうのをこの植物を通して表現できないかなというふうに考えてます。